はい、第21回トラウトキング選手権地方予選最終戦のうちの一つですね。一つはジョイバレーで今日ロデバルやってるんで、今日は水戸南フィッシングエリアだったかな、サウリブカップやっております。まもなく決勝戦始まります。サウリブ社長千葉さん、どうですか今日は。釣れてましたね。南さんの行為でものすごい量入ってますね。めっちゃ釣れてました。南さんのおかげでいっぱい入れました。めっちゃ釣れてました。始まります始まります。言ってるのにものすごい入れちゃうね。来年もよろしくお願いします。今年だけです。真っ赤っかだったりしてね。始まりました始まりました。はい、始まりましたね。手前から、鈴木整骨院長、おちょうど釣ったよ、ちょうど釣ったよ。はい、OK。鈴木整骨院、鈴木さん。これで、まあ、地元、栗ちゃんですね。栗田君。今日は、森島さんに、出ろと。なんか、出ないと、出て勝たないと怒られる、殺されるらしいと。お、院長。お、めっちゃ釣れてんな。鈴木院長が、2匹目。もうスコアわかんねえや、これ。まあいいや。はい、OK。で、クリちゃんで、次が、岡川パパですね。今日なんかね、いつもとなんか色合いが違くすごい分かりづらい岡川パパですね。で、次が、冠スポンサー、冠スポンサー協賛者サウリブさんの、何人なんだ。おお、すげえ釣ってるよ、釣れてる。鈴木院長行っちゃうぞ、これちょっと釣れるまで待って。結構大きめだね。クリちゃんも釣ってる、釣ってねえか。で、山田さんね、山田テスターなのかな、サオリブさんのテスター。ロッソを世の中に出した人ですね。それでお隣が、高太郎名人が後ろで黄色い帽子で心配してるけど、岡さんね、さっき準決でラストどうだろう、5分前から4連打して追いついてサード勝ちしてましたね。ここは大チャンス。あ、なんかめっちゃ連れてくから取っちゃうよ。パパ。パパに、山田さんに、で、クリちゃんも手前で連れてるけれど、これでお隣が赤坂の新婚へのさん。今日こそはあれかな、トラキンご祝儀あんのかな、これな。7分のね、3なんで、かなり可能性は高い。で、お母さんが今手前で釣ってると。で、パパも、うわ、めっちゃ釣れる。めっちゃ釣れてる。やばやば。あ、これで、一番奥、平山さんですね。どうやら、私めと同じ区に住んでいるらしいです。ただね、もう俺の動画見てんなら、あの釣り座じゃねえだろって気は。去年と同じ奈良の話だけどね。やっぱ、圧倒的に手前釣れてる、この辺が。でも去年はね、真ん中のあの放水管のとこが釣れてたんでね、糸下さんが。で、パパも釣れてるし、ちょっとアイドル行こうか。釣れすぎだよ。このぐらいで押さえとくか。いいね、これで固定しちゃおうか。で、平山さんまで入ってるね。やっぱ奥はいないね、奥この辺で、この辺か。お前、江野さん釣ってるっしょ。江野さんのとこぐらいまでかな。あそこ去年太陽くんが三茶サドンしたとこか。うん。で、今日はね、今日は会長が、高橋さんがね、鈴木院長がやっつけちゃったからね、さっき。フィーを、シャースフィーをボトムまで落として。ゆっくり引くみたいな。それで4本差ぐらいつけたらしいんで、勢い的には鈴木院長あるね。で、なおかつ今年はこの一番この手前のここの放水管のとこ釣れてるね、溜まってる。おまけにこの6号池は1回戦のみ使って、2回戦準決勝は使わずに温めてたんで、合流残がまだまだいっぱいいますね。合流はしてないんで、1回戦に放流したの
上りを今釣ってる感じです。あ、今平山さん釣った1匹目かなって。あ、ちょっと向かい風になってきちゃって、まだ釣ってる、釣ってるよ。強めでいいのかな。去年はね、ウィッティに表層を牛田さんはめてね、おっ、牛田さん、はい、OK。 この辺いいね、今年は圧倒的にこの2人の釣り皿辺が、山田さんが釣ってるよ。おい、サウリーさんも一人なんで、一人上がらないといけないね、これね。どうだろう、この感じからすると、いやでもあれわかんないな、25分2ローテなんでね、めっちゃ長いんで、50分。うわー、めっちゃ鈴木院長いい釣りだ入ったね、これね。もう何本目、6本目ぐらいかな。おっ、平山さん釣ってる、 OK。ね、一番奥、この辺誰もいないんで、あ、江野さん釣ってる、寄せちゃう、江野さん寄せちゃう、江野さんにも頑張ってもらいたい、頑張ってないよ、 OK。 ゆっくりちゃう、ジャバジャバしてる、 OK。レンジ引いてんだろう。鈴木先生カウント3ぐらい。ただ何を投げてるかがわからない。岡さん今釣ってる。お、鈴木院長も。あ、バレた。岡さん OK。オレ金だね、岡さん。オレ金かな、オレンジ。裏が金かどうかは見えない。スタートはね、半日ぐらい誰も釣りしてなかった釣り竿、池なんでね、透過性狙いでいいと思います。お、日が出てきた。で、ある程度釣り切った後どうなるかといっても、魚ねいっぱい入ってるんで、水戸南さん、サウリブカップ前はね、1週間ぐらい平日でも放流するんで。お、パパ釣ってる、 OK。なもんでね、いっぱい入ってますからね、これね。ボールよ。あ、ダメか。平山さん釣れてない。お、クリちゃん。はい、OK。小屋のさんも釣ってる。あー、ダメだ。この取り方じゃスコア絶対入れられない。はい、山田さん OK。山田さんも、オレ金だね、あれ、完全に。高寿オレキンかも。はい、パパ OK。 鈴木先生も、院長もツレツレだわ。このスタートダッシュどこまで行けるか。あ、鈴木院長もオレキンっぽいカラーだね。あれはあれだ、多分大塚さんのカラーだね。はい、クリちゃんも、はい、OK。 いるいる、1球かな、2、3回。あ、いや、来た来た、鈴木町1球ぐらいだとは思うんだけど。はい、 OK。 もうクリちゃんも出てる。でキャストをして、着水1、2、3、4、5ぐらいだね、カウント。グリル巻き上げだね、あのリトリーブ速度はね。で、ズドンって言っても水が邪魔で見えない。奥の方も釣り出してきてるな。回復してるのかな。
15分25分長えな。お、クリちゃんが手前で、クリちゃんが、はい、OK。強いなぁ。私はこの辺、この2人の釣り差だね。スタート時点なんで何とも言えないけど、はい、OK。ケースだね、あれね。真ん中の4人。岡川パパに、山田さんに、岡さんに、絵の花。長いからね、ちょっとどっかではめて。おお、皆さん来た。できるからね。あ、エノさん釣ってる、エノさん。はい、エノさん、レンチだ。10区画あって7人で移動はもうできるのかな。釣りがついて5分とか10分経つと移動ができると思います。平山さんダメなら移動だけど、でここがね、1箇所クリシャンとパパの間空いてるからね。お、クリちゃんちょうど釣った。はい、OK。 そこは空いてるから大きな移動もありだと思うけど、ちょっとワイドで先生 OK。 今んとこ先生トップだろうな、これな。でクリちゃん2番手で、3番手誰って感じだな。回収か。さすがにちょっとおとなしくなってきちゃったね。お、パワー釣ってる。あ、違うか。回収、お、クリちゃん。クリちゃんでこれか。はい、OK。まだまだ俺緊張す。地球だろうね。お母さん釣ってる、お母さん釣ってる。だいぶ沖からだ。沖というか対岸。OK。まだまだ俺金。放流山がいっぱいいる。今日はね、1回戦この6号池めっちゃ釣れたんで、軒並み25尾以上というか。あ、平野さんがめっちゃ釣れてました。それの残りの魚ですね。その水に馴染んだ、うん、朝で水温8度ぐらいで、それでストック池の水温が13度ぐらいだったらしいんで、その差5度ぐらい。それでもね、釣れてましたね、あの6号池の放流は。はい、OK。去年はね、ちょっと釣れないシーンあったけど、今年は全然釣れ釣れっすよ。本当に十分釣れてましたよ、なんか。4号池もね、4号池は釣り侍があるんで、なんとも言えないんですけど、釣れてるところは30本当たり前だったんで。
からが勝負だな。はい、エイクリちゃん。はい、先生。2人行っちゃうから、ここは連れてんな。ここの2人で行っちゃうだろ、これ。はい、オッケー、エイクリちゃん、オッケー。でも OK、いいんちょうか。いいんちょう1番であそこ入ったんでね、これはしょうがない。俺だったら山田さんとこ入っちゃったな、去年のことがあるからね。これは平山さん OK。 意外とじわじわ奥で一人でね、追加していくかもしれない。あの辺にいい魚がね入ってくれば独り占めできるんで。おお、釣れてる。おお、これもすごいいいじゃん。2連発今。ちょっとこのまま、おい、入ったかな？入ったかな？入ったのかな？後ろで中川さんが審判してボトムまで落として巻き上げ、はい、ズドン来ないか。来ないか、来ないのか。山さん釣って、手前足元、残念。もう一頭。ほんまね、ピンの絵はね、寂しいんで。まして、こんな望遠で。釣ってよ。はい、来た。OK、いいよ、ナイス。これで、まあまあ3連チャン。意外とあそこで一人でスコアを伸ばしていくか。OK。4連発目あるかな。シェイクした重曹ぐらいだな。チャースだろうな。1球か。おい、来た。あー、ダメか。ね、あっちのこの辺にいい魚溜まっちゃえば。あ、エノさん手前で釣ってる。ダメか。いないか。はい、オッケー。ドワイドで。どこだ、ここか。ここがワイドか。クマちゃんも。おい、先生。緊張か。はい、OK。おー、クリちゃんも。いいの回ってくんの？あ、バレたか。ちょっと真ん中が、山田さんとパパのとこがいまいちだね、今年は。お、平山さんが一人でどんどん釣ってるよ。意外と離れたところで気づかれずにどん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 、あれかもしれないね、いい魚が。はい、OK。 ね、誰もあそこ見れてないから、あっち釣れるっつって移動がねできないよね。遠すぎちゃって。巻きになったな。どっくるか。ダメだ、どうやんで。ブレる。ダメか。アライドで。釣ってるよね。パパどっち？パパこれ。ここがパパ。はい、OK。
ほい、鈴木先生。やっぱここが一番コンスタントだな。はい、OK。ノブキン、八千代、グリメダに変わった。ダウンサイズングした気もするな。ボトムまで落としてからの巻き上げだね。鈴木院長、ほい、すげえ、いい当たり。残り5分です。いるね、さかな。だいぶ気持ちよさそうだな、鈴木院長。やっちゃうか。あの大合わせがいいね。大きめの下面をドーンと大きく上に合わせる。はい、OK。ちょっと頭3つぐらい抜けてる気がするな、鈴木院長は。あるよあるよ。お母さん釣ってる。あ、バレたっぽい。出すのはもったいないっすよ。さあ来るか、また大合わせ。いないな。お、平山さん奥で釣ってるよ。大仏釣って今一番調子いいんじゃねえかな。江野さんが見てるね、さすがに。で、まだオレンジ系で釣ってるから。はい、山田さん釣ってる。平山さんのとこいい魚いるね。あのこの平山さんどれ、これか。だからこの辺にいい魚がいますね、今ね。独り占め状態ですね、この辺に。来い。来ないか。来ないか。一人抜きの絵は寂しいよ。上野さん釣ってない？はい、上野さんが。はい。前半戦残り3分です。もう3分、残り3分です。結構25分すぐだね。もうね、腰が痛い。俺も立ちっぱなし で指が冷たくて痛い。風が吹いてなきゃね。そんなことないんだけど。さあ、スコアがどこなんだろう。おパパ釣ってる。おクリちゃんも釣ってる。パパ OK、 クリちゃん OK。 はい、お母さんも OK と。晴れてきた。あんたのもない。先生がちょっと止まったけど、でもなんだかんだコンスタントには釣ってんだよな。クリメタシャース1球ぐらい。で、一番奥の平山さんがどうなるのか。クリちゃん連発。大きいね、こういうのね。あ、抜けた。おい、院長が。お母さんも釣ってる。はい、 OK。 お母さん OK。はい、OK。 いや、この分だと鈴木院長ありだな。行っちゃうね。後半はだからケツに入るからどうかだね。それでどこに入れるかで、ちゃんと釣れるかね。大失速しないか。あ、お母さんか。じゃあ連発。ういー、鈴木院長いい当たり出てんのあれ。はい、 OK。ここ近藤さんがいたんだな。例えば黄色いネットっけ。残り1分です。さあ、どうだろうな。鈴木院長トップ、クリちゃん、あ、お母さん3連発ぐらいじゃない。いいね。終了間際に花恋ちゃん。おー、鈴木院長が残り3分
もう3連発ぐらい、2連発ちょっと分かんなくなっちゃった。一度こっちに集まって再入場しますのでよろしくお願いします。はい、キレメとケイ、グリメタ連れてる。どうだろう、山田さん連れてねえな。あー、岡川さん来たよ、来たよ。はい、OK。 5、4、3、2、1、終了です。はい、前半終了です。まあ、肌感覚的に鈴木委員長、栗ちゃん、3番手がね、平山さんと岡さんあたりかな、競ってるのがなんかそんな気がします。逆順かな、逆順入場だね、後半ね。さあどうなるか、一回止めます。中原さんが途中まで取っててくれたんで、すって誰、鈴木さんが20、うん、栗ちゃん13、岡川パパ13、やってた山田さん7、岡さん13、あ、江野さんね、江野さんが10 で平山さんが9っていうのが中間です。これ映ってんのかな、まあいいや。なるほど、ね、さすが中川さん、よくやってくれました。いい仕事してくれました、はい、もうよろしいですか。もうまだ帰っちゃダメです。はい、後半始まります。このまま回し続ける。さあ、でももう数字忘れちゃったな。まあいいか。誰だっけ、パパとお母さんとクリちゃんが13か。そうだね、それ覚えてる。でパパがここ入ったから大チャンスだね。3匹鈴木委員長が枯らしてなければ。上野さんちょっと足んないし、平山さんもちょっと足んない。でもそんな大差はない。平山さんここ入ったからワンチャンある。9本だったかな。上野さん9だか10だみたいな話で待ってきてた。でこの人が今20本つってんで、大失速しなければ。金のチャンス投げたんかい、辺野さん。で岡さんも13だから、で失速しなければ、4番手にまで落ちなければ。で山田さん7なんで、ちょっとね、どうしちゃったんですかっていう。で一番奥、今度クリちゃんが13匹があの釣り座でどうなるか。ただ平山さんそこそこ釣れてたから、ただ13が3人いるからね、その中の3本最後になると4位になっちゃうから、あとさらに下か下位からまくってきたらね、ちょっとまずいね。さあ、なんかちょっと勝手強くなっちゃう。どうしよう、25分回し切りがこのまま回しっぱなしで、どうせ今のね、選手の様子を解く。いろいろみんな考えてますね、これね。鈴木委員長もこっから落ちたくないって。でもただ2位に7本差あるからな。あれはちゃんといい場所入ってちゃんと釣ったから7本差だね。7本差から4位には落ちないとは思うけど、落ちたら目をもらえちゃうから、これ以上言わないでおこう。いやでもほぼほぼ7本のビハインドは相当でかいな。だパパがだから上がって、釣り座的には一番いいとこ入ったから今日は。パパ頑張ってよ。さあ、もうまく始まると思いますよ。鈴木委員長ちょっと今緊張してるね、きっと。なのか、またまた福兵衛が下位から現れるのか、鈴木委員長がパタッと止まって、一気に駆け落ちていくのか、そんなシナリオのどれかだな。
でもなぁ、さぁ、25分はましてやちょっと渋った後半ロードだからね、張り尽くされた後なんで、残りの魚で7本差3人追い抜けるなんてことはないだろうな。緊張もするしね。13本の人は10本ぐらい釣りゃいいんだろうね。で、鈴木インチは5本以上釣れば絶対残れるってことだから、うん、どうだろう、私的には。でもまあなんか知ってる人ばっかでな、いろいろ私的な応援はいろいろしたいけど、まあ、なんとも言えねえと思う。頑張って、これ最後の試合なんでね。あ、でもジョイバーの方が終わんの後かな、きっとね。ジョイバーは長いから肩叩きしてんじゃねえかな。やったことねえけど。水戸南と同じにやられちゃうと水戸南来ちゃうな、俺はね。ジョイバー行ってみたいんだけど、まあいずれ機会がある。無理だろうな、俺にはな。それワンチャンねえな。さあ、この回始まります。30秒前です。ワイドで取ってスコア入れてった方がいいかな。そうだね、それの方がもうよりは取ったから。そうだね、三脚で固定で取る方が楽なんだけど、いや、このまま動かない。4、3、2、1、スタートしてください。誰かね、アシスタントね。あ、ほんとはクマちゃんがいつもだといてくれて横で数数えてくれたりするんだけど、クマちゃんはね、今審判してるんで、クリちゃん。あ、お母さん来たよ。14本目。いや、もう、カメラ寄りません。固定カメラにしますよ。あ、お母さん、はい、OK。14本目、今単独2位です。じゃあ、今、ここからスコア出してると思います。スタート。なんだろう、山田さん、あ、山田さん、山田さんはあるか、なんかはないのかな。山田さんは多分ないだろうし、小山さんって言った。山田さんの逆襲があるか。ちゃんも確かです。みんな目からね、ここに決勝に残ってるような人たちを誰が上がっても、わー、パパ欲しい。誰が上がってもおかしくない。あ、エノさん来てる、エノさん。これで10とか11なのかな。あ、お母さん来てる。いいよ、バラすなよ、バラすなよ。はい、OK、お母さん OK。 ね、あとはで決勝でハグマがガチャコンと普段やってるいい釣りがのような感じに、ハグマがガチャコンで会った人が3人に残れるってことなんでね。まあね、常に歯車バッチリ合わせてくる人も中にはね、本当上手い人はいるんですけど、なかなかそういう人ばっかりではないんでね。はい、平山さん OK。頑張って、平山さん。同じ組として。お、クリちゃん釣ってるよ。14本目かな。バラすなよ、バラすなよ。釣れっか。釣れない。あ、いや、口だね。OK。お、皆さんも釣ってる。いいよ、いいよ。いや、パパもうちょい釣らねえと。パパパ。せっかく、いい釣りが入れて。やっぱ鈴木院長。おい、来た、パパ来た。寄りたいけど寄りません。カウントしたいんで寄りません。はい、 OK。 これ14だっけ、もう分かんなくなってきた。あ、平間さんも来た。やっぱ手前の2箇所が今年は当たりだね。鈴木院長見てる。で、鈴木院長はもう寄ったとしてももう1個手前江野さんの隣に行くぐらいしかできないんで、動かないかな。だったら真ん中の放水の流れ。でも今年あの真ん中の放水の流れ弱いね、去年に比べたら。あ、お
パパ釣ってる。パパいいよ。パパこれ15じゃない？山田さんも釣った。で、栗ちゃんも今寄せてるね、一番奥。はい、栗ちゃんも OK。パパ、で、岡さん釣った。うわ、これだから今、パパと岡さんと栗ちゃん、まさに2番の3人か。が、スコア伸びてんじゃない？で、鈴木院長止まってるから、ドキドキって感じだろうね。鈴木院長は5本積んなきゃダメよ。5本、とりあえず。で、あとの、2集団が10本ぐらいだったら抜かれ。あ、パパ来た、パパ来た、パパあるぞ、これいけるぜ。はい、オッケー。10いくつ、5、6、わかんない、もうわかんない。あ、岡さんもまた釣った。今ちょっと岡さんとパパでちょっと抜けたかな。でもまだクリちゃんも朝ぐらいだな。お、江野さん来た、江野さん来た。江野さんもわかんないよ。ちょっと新婚パワーでちょっといっぱい釣っちゃって。はい、 OK。 バラすなよ、バラすなよ。すごい、パパ頼むよ。その一緒にサメがいた。あ、その前に大足川が来週だった。来週だからね。 OFC の結果どうなったんだろう今日。また GG 炸裂してんのかどうか楽しみです。私めはまさか出れると思ってなかったんで、休み入れなかったんで行けません。去年のジョイバレーもそんな感じで行けませんでした。いいんです、サメが行けりゃいいんです。お、クリちゃん釣るよ、クリちゃん釣ってるよ。なんか並んでんじゃねえかな、3本ねえ、3本ずつぐらい釣ったのかな。パパ釣った、パパ釣った。はい、 OK。パパ何投げてんだろうな、見えない。シャース1513ぐらいかな、このぐらいだと。お母さん釣ってね。あ、釣ってないか。あ、先生釣った。先生のあの一匹一匹はもう全部でかいよ、逃げ切るために。あ、いるいるいる、大きい、少ないか。はい、 OK。 いよいよ20本目。とりあえず先生は5本だよ。5本釣りゃどうにかなると思う、これは。さすがに後半の方で10本ぐらいでしょ、釣れても。きっとね。激ハマりしない限り。そうすればいいよ。4位まで陥落はしないと思う。7本差は逃げ切れると思うんだけどな。2本差ぐらいで優勝じゃないのかな、鈴木院長。あとはパパ。お、江野さん釣ってるよ。釣って頑張るよ、最終戦。はい、 OK。 危ない危ない。もう一回混ぜてね、キャストしてきたから。だいぶ波立っちゃってる。まあまあまあリトリーバーシルエットが見えない。ちっちゃいんだろうね。ちょっと半歩道は釣れないですよね。ルーメンパーシュー、あ、クリちゃん釣ってる。はい、OK。 じゃあ、クリちゃん2番でタイぐらいになったのかな。お、稲川さんがまだ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 3番目だそうよ。はい、OK。 まあ、そこ入ったからこれ3番まで行きたいところだよね。お、クリちゃん釣ってる。じゃあ単独にいいかな。そう、こういう時アシスタントがいてくれれば。寒いし。山田さんがダメだな、残念だな。ちょっと待ってるというか、なんか爆裂しないですね。
さんつってね、じわ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 来てるよ。岩井野さん頑張って。オッケー。何投げてる？めっちゃ右にパパ投げてる。めっちゃ風強いからね。あ、絡まっちゃった。絡まっちゃった。いや、もう岩井野さんつっていいか。邪魔した。さんがじわじわ来てるよ。前半もうちょい釣れてればな。でもまだね、あと15分以上あるんで。お、平山さんもやっぱ手前2人3人目ぐらいまでがまあまあいい感じだね。今日はなんか蛍光グリーンシルバーゴールドみたいなので釣ってる。平山まだ1本ちょっと圧倒的に手前の放水管に近いところが今年はいい感じ。なんだかな、あの放水管がね弱いっすよ、水量が。それでちょっと違うかな。で、クリちゃんまた釣ってる。クリちゃんいくぜ。これクリちゃん単独じゃねえかな。今パパ抜いたっしょ。はい、オッケー。クリちゃんオッケー。パパ当たり止まっちゃったよね。今ちょっとぼやいてたけど。おキャスト方向がどうなんだ。一番奥の放水管そば際とか行ったらどうなんだ。あ、パパがもう全然キャストがキャストが定まらない状態になってる。パパさん釣ってるよ。パパさん釣ってる。はい、オッケー。クリちゃんまたレンちゃん。クリちゃん来てるね。これ今単独2位な気がする。一番遠いからちょっと豆粒だけど、クリちゃんこの辺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 、ね、まだ鈴木さん。ああでもクリちゃん結構釣ったよね。7本差だから。あ、パパも来た。パパも来た。大きいよ。はい、オッケー。今日経トラブルの後からの1本で、ここで連チャンとかするんじゃない。いや、これ鈴木先生マジやばいよ。3着落ちちゃう。でも3着ならいいんだよ。パパがめっちゃ右に投げてる。ちゃんがじわ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 トップに近づいてる。もう実はね、何キロかもな。こう山田さん釣ってるよね。線になってきてるね。あ、平山さん欲しい。まあちょっと、まあ、まあまあ鈴木委員長。おー来たー。あの1本も大きいよ。3位まで残るのに大きい。まあ逃げ切れる可能性の方が高いんだろうけど。はい、 OK。 鈴木委員長 OK。 クリちゃん釣ってない。クリちゃん釣ってるね。かわいい。クリちゃん OK。クリちゃん来てるよ。もう20本ぐらいいったでしょ、トータルで。そうするとあと2本差ぐらいだね、今20本なら。もう全然わかんないです、まあ、肌感覚で言ってるんで。スコアはスコアつけてるんで、それ見てください。おい、平山さんも。でもちょっと平山さんはね、足んないよね。全然足んないよね。ちょっと爆裂しねえ。はい、OK。山田さん釣ってる。OK。
から2番目。はい、OK。今年は移動する人がいないですね。7人だからね、3カ所しか空いてないし、圧倒的に手前の放水管のそばが釣れてる感じだから、あーで一番奥の放水管で去年のマツケンさんみたいに勝負みたいな人が今年は一人もいないですね。さあパパもう3本4本釣っときたいんじゃない。これもう10分ぐらいじゃないかな。あと鈴木院長もあと 2本ぐらいすりゃこのペースなら逃げ切れちゃうんじゃねえかな。おお、クリちゃん、クリちゃんやる。もうクリちゃん行くよ、勢いある。一番釣れてる。何本だろうクリちゃん後半これで。7本目ぐらいかな。7本だと20か。あ、もったいないよ、もったいないよクリちゃん、クリちゃん。はい、OK、 OK、 クリちゃん行ったね。多分20か21ぐらいじゃないの。緊張、おい鈴木院長、あー惜しい、もったいねー。鈴木院長は優勝か優勝じゃないかぐらいだな、やっぱ前半20本っていうのはね。あとはやっぱり残り10分です。あとは2番手の3人がどういう順位付けになるか、寸止めは誰なのかってとこが悔しいからね、寸止めはね。今年1回食らったけど俺はあんま悔しくなかったっすから、ほんと初表彰台で、トラケン初表彰台嬉しかったっす、うん、あ、いや、エノさん OK。 ただね、ペア戦はねカメラ入らねえから何やったところで、うん、なんかね、やっぱ個人戦の方で頑張らねえと、まあ、庶民は YouTube 出てなんぼなんでね映りたいですよね、やっぱりね、まあ、原チューブはもう肖像権問題なければバンバン撮るんでね、うん、今日はね、多分誰も問題ないんで使いましょう。早々にアップしちゃおうかな。もう最終戦だからね、もうトラキン予選ないから、うん、なんか問題も起きないでしょ。ういー、いらない、いい当たり、いい合わせか。最後まで諦めない。あ、いやいやいや、大きいリッティっぽかったね。違うかな、アスカリッティか。ちょっとこっからだとちょっと小ぶりなのは分かるけど、リッティかどうかは分からない。山田さん釣った、こっから2番目。お母さん止まったか、パパも止まったんだよね。はい、元、あ、お、鈴木院長釣ってるよ。大きいよ、あの1匹も大きいよ。優勝するために大きい1匹だと思うな、きっと。はい、 OK、 メイキ、メイキ系で釣ってるね。クリちゃん見てる。現状クリちゃん2番手でパパとお母さんがどうか。なんとなくパパがさっき結構いいペースで釣ってたけど、お母さんもその後釣ってたから1本差でパパかな。ちょっとわかんない。まあスコアは下を見てください。ただパパ完全止まっちゃってるから、ここであと2本ぐらい、お母さんもあと2本ぐらい釣っとかないと、残り8分、7分ぐらい。現状はお母さんとパパの勝負してんじゃねえのかな、これね。3番手争い。クリちゃんは多分頭1つ分以上ぐらい抜けてる気がする。先生はちょっと余裕かな、鈴木院長はね。3つ釣ったしね、多分あと2つ釣ればもう完全セーフティーゾーンだと思うんで。さあパパ、ここが勝負どこよ。お、山田さん釣ってる。クリちゃんも釣ってるね。クリちゃんあれで、ん、釣ってないや、回収だった。
田さんはちょっと調子よくはなってきてるけど、ちょっとペース的には足んねえかな。江野さんも止まっちゃったね。なんかね、でもね、意外とバックの時に表層連れちゃったりとかあんじゃねえのかな。去年の東山のトライアルとかさ、あんな爆風の中で長山パイセンはね、無痛で釣ってたんだよね。連チャンして、連チャンさせて。ただ季節が春だったからね、あれはね。今まあ冬なんで、まもなく立春とはいえ、立春過ぎたのかな。さあ、パパとお母さんこっちなの。栗ちゃんは多分大丈夫なものだった。セリン長先生もセリン長も多分大丈夫。パパが釣れないって。お、平山さん来た。じわ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 と追い上げております。はい、 OK。止まったね、完全に。5分です。こっからが勝負どころ。エキスパに行けるか行けないか。一本一本が大事ですよ。集中して信じて巻くのみしかないんだけどね。クランクを投げてる人はいないですね。園部とかね、あの関口がいれば間違いなくあれを投げてたんだろうけど、あれをそれをちょっとね見たり解説したかった。大江野さん釣ってやった。ちょっと久しぶり。もう10分ぐらい釣ってなかったんじゃないかな今。どうなんだ、大江野さんのスコア足んないだろうな。3番手には、お、山田さんがまた釣った。山田さんがなんだかんだ釣れない中でも釣っている気はする。はい、OK、 2人とも OK。 対向車3人が釣らないから順位の…あっと、クリちゃんバレるな。パパが…パパ釣った。これ大きいよ、これ大きいよ。パパ、パパ絶対大きいよこれ。あ、危ない危ない危ない、陸揚げしそう。危ない危ない、パパ大きいと思う、この1匹。あともう一本だね、きっとパパ、パパとしてはね。クリちゃんはちょっとダムセーフティーにいそうな気がする。あと岡さんがどうかだな。きっと分かんない。あのスコア頭の中完全入ってないんで。岡さんはね、釣り材料はできないんだ今さらな。意外と一番奥の放水管の横になんか高架ステーが溜まってたりしねえのかな。あ、そうか、あれか、多分中川さんスコアつけててくれると思うから、終わったら中川さんと。お、岡さん釣ったよ。大きいよ、これも大きいよ。あー、もったいねえ、大きいよ。大きいのかな、1匹差なのかよくわかんないけど、2匹差なら、なんとも言えねえね。ちょっと今の1匹はもしかしたら大きいかもしんねえ。ちょっとばらけないね、この流れだと。おー、山田さんがほらじわ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 釣ってる。奥から2番目、はい。でも最初の7本っていうのがちょっと痛いな。さあ、もうパパとクリちゃんで岡さん一本一本いくしかない。残り3分で3本ぐらい釣りでやる。逆転もあんじゃねえかな。緊張はもうセーフティーだな。こっから4番手まで落ちないから、優勝がクリちゃんが抜いてなければ2位か。エノさん来た。さん届いてねえだろうな、きっとな。4番手でも山田さん結構つてが早くて4番手ぐらいなのかもしれない。さあ、もう残り1分ぐらいだよ。さあ、とりあえず2
人さん争いが一本でも多く積んでおくと、もしかしたらがあるね。サドンとか一本差で勝つとかね。サドンは一回止めんだろうな。あれはパパ一本つっちゃえ、パパいけるよ。森島さんがじゃんけんとかつってんだ。サドンがあんのかな、もしかしたら。残り1分です。残り1分です。スーパー用車お二人が外出しますので、選手はその場で、選手その場でね、待機で集計ですね。これで今止まっちゃったよ。どうか。そうだ、ちょっとあの前置き長すぎたから。そうだ、コンデジは30分で止まるんですよ、動画が。おっと、鈴木町、これは大きいよ。これ優勝、もうとっくに優勝確定してんのかな。でもこの1匹は大きいね。ウィニングフィッシュ、はい、大きい。お、平山さんも釣ったよ。平山さんも釣った。しまったわ、しまった。スコアつけてるから寄っちゃいけねえんだよ。でも鈴木院長決まりだね、優勝だね。やっぱ今日ね、会長高橋さんやっつけたからね、さっきね。やっぱあの勢いは違うわ。はい、終わりでーす。選手はその場でお待ちください。まあ、あの鈴木院長が優勝っすね、はい、2位がどうなの。クリちゃんですね。3位がどうなの。3位はサドンかもしれないから、ちょっと今パパとね、え、サドンなの。サドンか、サインサドンだ。岡さんと岡さんは、あの、もちろん江野さんと。江野さんと、マジか。江野さんとパパ、サインサドンだよ。準備して早く。結構本当の話だ。結構連チャンしたじゃん、あれが聞いたみたい。3位サドン、2位がクリちゃん。逃げ切り。やっぱこの人を倒すような人は優勝しますね。ね、やっぱそうでしょ。そうとしか言いようがない。だから言ったの、さっき。だって俺優勝すると思ってたもん今日。でしょ。俺できると思ってたもん。うん、でしょ。いやいやいや、あのなんだっけ、あの端っこであの35匹、あれやばかったもん。あれをフィーでやっつけたんでしょ。フィー0406下まで巻き下げ、ま、ゆっくり落としてた。手前の回遊に当たればみたいな。カウントどんくらいから巻き下げたの。カウント5秒ぐらい我慢してから巻き下げ、はい、で手前の時間ないんで、なんかでもそれがめっちゃ効いちゃったんでしょ。徐々に釣ってたから。あ、まあでもまあやりました。握手でもおめでとうございます。俺も初エキスでした。初エキスか。鈴木院長、どこでしたっけ。調布だっけ、府中だっけ、どこだっけ。あきる野市です。あきる野市にある鈴木整骨ふるさと整骨院、ふるさと整骨院の院長でございます。全然違う。いや、宣伝しとかねえとね、こういうのはね。誰だっけ、正樹くんもね、お世話になってるらしい。スポンサーだよね、正樹くん。違ったっけ。なんか書いてあったよね。そう、なんか釣り好きの整骨院の院長、釣り好きはあのお世話になりってください。おめでとうございます。おめでとうございます。で、これからサドンが始まるみたいな。江野さんとパパか。他がパパやらせてください。すいません、エノさん頼むよ。頑張ります。頑張ります。勝ったら稽古って言ってね。頼むよ。ちょっとどいときます。怒られちゃう。エノさん。パパ、頑張ってね。行きたいね。サメがいるからね。頑張ってよ。さあ、エノさんと赤坂、エノさんと。ADB だよね、パパね。まだね、まだねって言い方も変だけど、ADB のテスター参戦、岡川パパカラーとかね、
伊勢崎、伊勢崎じゃねえや、宇都宮店から、大塚宇都宮から出てる。なんかねエロい色なんすよこれ。あやべ、クリちゃん撮ってねえや、忘れてた。まあいいや、ちょっとサドン先から、サドン先。クリちゃんはしゃあねえよね、もう純潔も釣ってたししょうがないよ、さすがだよ、地元で決めた。今日上がれなかったらほらもう森島さんにピーされるとこだったんだから。待って、クリちゃん来た、ちょっとクリちゃんに握手したいな。あ、もう始まっちゃうな。今あそこで祝福されてる、祝福されてる。エマさん頑張って、パパさんも頑張って、両方知り合いだから何とも言えんよ本当に。でもねやっぱり結婚パワーが俺はなんかストーリー的にはいいと思うんだけどな、どうなるかわかんないけど、うん、クリちゃん、ありがとうございます。クリちゃん、右手でいい？大丈夫。これで初？初っす。よ、サメが。はい。森島号で行くの？森島、クリタ号です。栗田号で行くの？はい。やった。エキスパ初じゃないよね。エキスパ初です。初、やった。はい。フックではチャンプになってもんね。なってないんだっけ？まあ、なってね、3年前だっけ？あれはそうですね、はい。ね、フックチャンプとかなってうまいや、うまいから。今日だって無理やり出さされたんだよね。そうですね、無理やり出されて、お前大丈夫、上がれからって言われて。ね。上がんなきゃぶっ殺すぞって言われて。あ、P だ、P だ、これ。あ、何？これで生きて帰れるね。そうですね、はい。今日は、もうこれで、焼肉だな、今日はな。殺されずに済むようですね。そうだね。命助かったっすね。そうだね。やっぱ命かかってたから強かったね。はい、後半もあっち入って。はい、正解でした。何本？20超えた？多分22ですね。はい、20です。じゃあ1本差か2本差だよ。あ、2本差。あ、マジっすか。多分鈴木院長20の4ぐらいだから、はい、2本差ぐらい。最後1本釣ったから1本差から2本差になったんだわ。はい、対岸のお供にうろついてました。いた？1級で。ちょっと続いてたもんね。そうですね。あれが、あれが良かった。はい、あ、ちょっと待って、ちょっと待って、はい、ちょっとサドン取る。おめでとう。ありがとうございます。はい、さあ、始まります。始まりました。一匹かな。一匹かもしれない。ちょっと場所移動はしてない。下ね。パパもっと手前だったから。さあどっちが釣るんだ。お、パパが一撃。あ、これだ。大変、カメラワーク。頼むよ。買った時のあの何だろう、歓喜の声が俺は聞きたい。おっと、パパ当たってる、パパ当たってる。さあどうなるか。後半、あれ、エノさんの方が釣れてたんで、パパ完全止まっちゃってたからね。でエノさんに追いつかれちゃったわけだから。さあでも、本当なんとも言えない、どっちでも、どっちでもとしか言いようがない。ただ今幸せなのはエノさん、新婚男です。エノさんに募集にエキスパートがあるのか、それとパパがかけてるよね、かけてるよね、失礼じゃないよね。はい、はい、パパおめでとう。うい、やった。やった。初？初。やった。息子と行くの。おめでとう。ありがとう。やった。やりました。即報告。まだ ADB っすよね。あ、ADB、ADB テスラさんなんで。岡川パパです。やった。サメガイ、サメガイ。あ、だって来週大橋ですね。出るんでしょ、もちろん。出ますよ。頑張ってください。はい、お疲れ様です。ありがとうございます。おめでとうございます。さあ。お疲れ様でした。お疲れ様でした。ありがとうございました。さあ。俺はあの、釣った後の声を聞きたかったんだけどな。ネタ的に面白かったんだけど。寸止めだよ、また。平屋以来の寸止めだよ。まあ食らいましたね。いやでもだいぶ追い上げたんだけどね。そうですね、相当追い上げたよ。惜しかったですね。だって前半3本差ぐらいはあったはずだから、10ぐらいでしょ、13ぐらいだから、
はい、相当まくったんだよ、はい、まくったって追い上げたんだけどね、はい、あと1分やっぱそこはね、爪の甘さが出ちゃったね。こればっかりはね。あ、しゃあない。また来年頑張ろうよ。はい、本当にお疲れです。はいはい、また来年よろしく。はい、お疲れ様です。あ、ご結婚おめでとうございます。いい土産話はできなかったけど、まあいいんじゃないのこれ、はいはい。奥さんにこう慰めてもらってよ。お疲れ様です。はい、お疲れ様です。